明けましておめでとうございます。日本では1月1日から3日までを正月と呼びます。正月に家族や親戚に会う人が多いです。初日の出を見に行く人もたくさんいます。日の出に向かって一年のお願い事をします。そして大抵、正月に餅を食べます。それに神社に行っておみくじを引いたり、お守りを買ったりします。 今年が皆さんにとって平和で実りある年になりますように。新井アカデミーオブジャパニーズ・スタディーズの新井峰子でした。I'll share more culture content, so please subscribe and set the bell not to miss out.Thank you very much for watching.I'd love to see you on another video. Bye for now.